よく来てくれた。今回はあんたの力が必要だ。ルナ。素晴らしい紅茶、これは一体何を使っているのでしょう。俺の血だ。今日メルリアの着替えをラッキースケでよろしくで遭遇した時に出た鼻血だ。なるほど、出どころはいささか気に入りませんが、目をつむりましょう。それで、運命の究極系、である私に何のご用で。普通に話題が流れたけど、今朝そんなことあったのね。今朝は同じ部屋で違うベッドで寝ていたので、着替えも仕方なく同じ部屋だったのです。そしたら私が着替えている最中に目覚めてしまってですね。同じ部屋で寝るってどういう経緯？ルナは運命そのものに干渉することができる。そうだな。詳細を説明いたしますと、相手方の運命、人生の価値観から未来、思考の改ざんから、必然までをも私の意中に収めます。運命の改ざんで相手方の立ち位置を根本的に変えることも可能ですし、第二の人生をやり直させることも可能。いわば、相手の命と役割そのものを私が完全に掌握することが可能ですね。うん、なら疑似的に都市伝説や物語の主人公になりきらせることも可能だな。いきなり極端ですね。ですが可能ですよ。むしろそう思い込ませる程度であれば私でなくとも容易です。取引をしよう。一ミカドオーラでどうだ。五ミカドオーラです。ちょっと物量オーバーしても黙認してあげます。え、四は？ダメですね。ミカドオーラの投資はそれだけの期待と独占の証、乙女心をわからないとですよ。主様。ここは勘弁してくれませんかね。いや、それをするとネルさんが不機嫌になられてですね。私もネルさんにいろいろ絞られてオーラ全然たまらないと言いますか。すごいダメおっぷり。女に土下座して値下げをせがむって魔物でもしないわね。5です。それ以上は譲りません。自分の価値を下げたくないので。わかった。別の代償払うから。ダメですよ。そんな安請け合いしては、主様の価値まで下がってしまいます。ここは素直に払いましょう。後悔はさせませんから。あそこまでして何をお願いしようとしてるのかしら。結果さんにドッキリだそうですよ。くだらない。自分の能力を何だと思ってんですか。ヘブンズハート、一人一人が限定王神様を超える実力者揃いなのに、その使い方が本当くだらない。まあまあ、くだらないことができるのは平和の証ですよ。はい、ゴーラです。お願いしますね。心よく受け取りました。主様のご期待にお答えできるよう尽力を尽くしましょう。それで実際どのようにしたいのですか。結果を。驚かせたいんだよね。最近思うんだ。なんか俺より主人公っぽいというか、物語の主役って感じなんだよな。どんな問題も熱血で解決するしさ、剣で戦うしさ。しかも能力打ち消す系ってまさに漫画の主人公的ポジションの能力だったりするじゃん。だから、ドッキリで驚かせて結果にはヒロインであることを自覚させないといけないんだ。あいつは怖いものが大の苦手。一度キャーと言わせればもう、主人公って誰だっけ？あと主人公だったの。結果が主人公でよくね。という点の声を黙らせることができる。理由がすでに小物臭くてこの私すら動揺を隠せなかったのだけど。それで具体的にはどのようなシナリオを？3チャンネルのホラー掲示板にある都市伝説スレを参考にしようと思うんだ。九尺様、とか、さらにバス停、とかあとはいろいろ。私、うねうね、と、寝取り箱、なら知ってるんを。なんですか、ちょっと勘違いされたら R18 指定に入りそうな題名は。とりあえず石化を無意識の状態でその世界観の主人公として書き換えればいいんですね。あ、でも世界そのものの舞台はどうしよう。私作るを、私も原始支配、だから世界観を合わせながら疑似世界作るのもお手の物を。しかも、石化ネキの原始支配、もう抑え切っちゃうからいきなり無効化。テシケパラはありえないのだ、のし。そこはどや、だぞ、しーの。いいでしょう。なら先ほど言った、九尺様、のお話を聞かせてもらっていいでしょうか。主人公と同じ設定を作りますので。わかった。それじゃあこの画面を見ながら話をしていこうか。はぁ、これは一波乱ありそうね。その手は止めないのですか。止めても無駄ですよ。あの時の主様は止まりませんので。では私はここで見守っていますね。お願いします。私は今のうちに溜まっている仕事を片付けてきますので。それでも大変そうね。私は何も起こらないように見守っていないと。せっか、今日は一緒に来てくれてありがとう。すごく安心できたよ。いつでも言ってちょうだい。私たちが協力するから。それじゃあ手続きは私がやっておくから、せっかは先に帰ってていいよ。なら、お言葉に甘えて、早くシャワーを浴びたいわ。なら今度は大浴場で合流だね。はぁ、終わった。これで今日の任務は終わり。シャワー浴びてパトのところに行こう。
お疲れの様子、なら私の夢の世界に連れて行ってあげましょう。あれ、ここは日本。人の気配がない。何これ。ドド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 ド。え？ドド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 ド。何あれー、妖怪、お化け。そもそもいきなりこんなところに連れてこられたのもおかしいのに、目の前にいきなりあんな変な鳴き声をする人なんて。いや、冷静になれ。普段の任務で怪物みたいなエイリアン相手にしてるじゃない。相手はお化け、妖怪、未知の生物という点では同じ。ドド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 殴り倒す。ドド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 ド。ほら、あの世に連れて行くつもりなら連れて行ってみなさいよ。そのままの我に見つけ、あんただけ地獄への特急列車片道切符を経験しているわよ。怖いわよ、お、本当。さすがだよ、怖いなら倒すなよ。というかあれ、なりきってんの。なりきってますよ、証拠に剣を使わなかったでしょう。か弱い主人公であることくらいの設定はしておけよ。だったらただ泣いて怯えるだけの魔族でも罪悪感しか残らない映像が残るでしょう。魔族ならそこ気にするなよ。二人とも、次の舞台ができたよ。というか俺の記憶にあるシアーネさんをモデルにするな、シーノ。今見ててるんだよね。とりあえず次は、さらにバス停。ね、わかったわ。次は確か無人バス停、これなら大丈夫。ちょっと楽。はぁ、今日もほとんど同級生が休んでたし、なんか物寂しいわね。明日行ったら休みだし、モプラキューン7をやりたいわね。まだ数十分かかるし、仮眠でも取っておこう。プシュー。あれ、ここどこ、普段と違う。もうバスは動かないみたいだし、降りてみるしかないか。なんて読むのかわからない。どうしよう。スマホも健在だし、連絡も取れない。困った。よし、これはうまくいきそう。主様、ちなみにこれって何が怖いのですか？バッカおめえ、存在しないバス停という空間に閉じ込められるというのが怖いんでしょう。でも正直、道がわからないなら飛べばいいじゃないですか。おい、まさかるな、石化に羽があることは。いじってませんよ、作品内での主人公の体験を再現させているだけなのですから。はぁ、それをしたら、いないし。はぁ、今度からバスの中で仮眠するのやめよう、逆に大変になったわ。空飛べるのだから地で行方不明になんてならないでしょう。どうします？シーノが言っていた二つもやります。いや、あれはお化けというより呪いとかそういう類だからいや。とりあえず石化を元の世界に戻そうか。あの、まだ余力がありますよ。それは蓄えということで。主様、小さいことを言わないでください。このオーラは今回分としてもらっておきます。あの、すべてこの剣だけで消費したってバレたらネルたちが激怒されるので、それはちょっと困るというか。どうしましょう、女性に貢いだ後に他の女性に怒られるからと土下座している今世紀末のクズ男っぷりを披露されて困惑を隠せません。とりあえずダメです。それを許すと契約が曖昧になり、私の価値が下がってしまいます。そんなぁ、メルリア、全部失敗に終わった。あなたはいつも仲間思いですね。もうゆっくり休んでください。そうだよね、僕頑張ったよね。はい、次はもっと楽しませれるように考えましょうね。ダメ人間製造機。さっきのがドッキリってなんでそんなことするのよ。いや、最近可愛いよりかっこいいって言われてるから、俺も可愛い石化が見たいなって。別に周りの評価なんてどうでもいいのよ。パトにだけ可愛いって言ってもらえれば。あぁ、石化。あぁ、パト。ダメ音単純バカ。まあでもいいわ、こうやってどんどん私に貢いでハマっていく主様は愚かで愛おしいので。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。